聞くところによると、 この番組では、はい、リスナーの皆さんから、こう、なんか企画を募集したと。そうですよいう話。もともとそういう話出てましたよね。なんかね、すごいいっぱい来てるんですよ。<laughs> ありがとうございます、皆さん。びっくりしちゃった。え <laughs> あまりにも来るじゃないですか。ね、なんかあの、こう、ていただいて。あの、皆さんから送られてきたメールっていうのはプリントアウトされてですね、はい。それぞれあの、コーナー分け、例えば今、今までだったら舞台の話で舞台って書かれたり、はい。これ今回は、あの、その企画のコーナーは企画っていうふうにですね、 はい、水色のペンで書かれてるんですけどそ,す、ね、それがもう企画企画っていうのがたくさん来てるんですよねありがとうございますいやありがとうございました皆さんからいただいた企画本当にあの、うんえー、反映、えー、できるよう頑張っていきたいと思います、はい、で終わらせたらダメなんですね、えー、<laughs> <laughs> いや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 ,いやまあ、ご紹介してくせっかく考えてく ご紹介していきますか。一人三通とか四通とか送ってくださった方もいらっしゃって。えこちらの方はですね、えポンピコ町のユミさんです。いつもいただいてますね。いえラブレターフロムリスナー。ほう。自信がなくなった鈴井さんを励ますために。俺、自信なくなったか？言ったないんですかそんなこと言ったいやー、この一ヶ月ぐらいは言ってなかったと思います。言ってないよね。なんで勝手にこう決めつけられてるかわからない。たまになくなっちゃうたまにはなくなるけど、 自信、うん、がなくなった鈴井さんを励ますために、はい、リスナーさんから鈴井さんへのラブレターを書いてもらって、鈴井さんの自信を取り戻したいともらうようなうん、うん、企画、人間、褒められたら伸びますよね。うん、でも、佐藤ちゃんにはズバズバ突っ込んでほしいですっていうふうに <laughs> 僕を励ますために、うん、僕に対してのラブレターをリスナーが送る。鈴井さんを元気にすると。そうですね。うんうん、いや、ありがたいですけどね、はい、そういうお気持ちは。 お気持ちはお気持ちはありがたいですけども、はい、別にあの今さらラブレーターを頂戴したからって言って、<laughs> のね、なんか自信たびやろう、俺、明日から頑張るぜみたいな、そんな、なんでしょうね、そんなに白くはないんですよ。<ん> <laughs> え何をしたら鈴井さんは弱気に汚れちゃってますから、ね、そんな白くないんですよ、ね、はい、ピュアじゃないんですよ、ねそ。そうででですすすか、うん、なんか回復しないんですよやっぱお酒ですか お酒じゃないですけどね。うん。何でしょうね。んでしょうね。うーん、難しいですけどもね。<laughs> えー、お悩み相談室ってのが来てますよ。はい、これね、同じね、えー、ねポンク町のゆみさんです。はい、ラジオの時間のリスナーさんは、 私のような学生から立派な大人まで幅、立派かどうかわからない。あ、これ、クマ突っ込んじゃダメだ。いやいやいや。<laughs> そこはダメですよ立派な大人まで幅広いので、うん、皆さんのお悩みをまだまだ若くてピチピチの里ちゃんと、 50になり、もはや貫禄が出てきた鈴木さんの両者からの切り口でおや、親な、悩みを解決してほしいです。ほー、はい。悩み相談っていうのはラジオの定番ですからね。うん、そうですね。えー、よく聞きますけれども。ただ、どうでしょうね。僕はの人の悩みをこう、はい、なんかこう相談を受けてる場合じゃねえみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> むしろ自分だと。そうですね。ただ、<laughs> 相談をしてもらってもさっきのラブレターの話のように、白くねえから、はい、そんな簡単にはこう復帰できねえみたいなね。<laughs> 天の弱だな。天の弱ってって、一番や、はい、めんどくさい領域でございますよね。ね <laughs> で,で、続いてはですね、こちらですね。レレレ,レのおばあさんですね。はい。先ほども紹介しました。ありがとうございます,す、ね。ありがちな対決コーナー。<う>毎週リスナーからのお題で対決。 一分間で難しい漢字を何個覚えられるか。うん、世界中の国の名前、何個知っているか。トランプの神経衰弱、どちらがは早く揃えられるかなどなど。負け数が多い方が罰ゲームって。僕ら二人がそういうの対決するってことああ、なるほどですね。うん、うーん。そうですか。それは鈴井さんが勝ちが多いと思いますけれどもね。うーん。漢字とか私苦手ですね。でも面白そうですね。そうです、ね。うん。 じゃあ、あの、例えばあれですよね。はい。佐藤さんがもう一言もこう、答えられないような、こう、お題を出から、ね。かは <laughs> うわー、それ完全に。んそれはリスナーの皆さんからいただく。ああ、そっか、<た>リスナーの皆さん。だって、鈴井さん考えたら難しいのになっちゃうじゃないですか、必然的に。そうですね。うん、エッチなタイとかね。ええーええーやだーどうですか、皆さん今の。何ですかええー 七時台に言う言葉でなかったい。7時はご飯所ご飯まだー、マでしょ。いいじゃないかよ。なんでですかラジオっていうのはそういうところで力があったんだよ。じゃあ、例えば言ってみてくださいよ。えん何がだよ。自分で今言ったんだったら、なんかこう、例を挙げてみてください。非常意。いやーちょっと待っていやいやいやだってそういうことでしょうね。名称言っただけで。そうそうそう。なんか言ってて、いやー そういうね。本当に言うと思わないけどそういうの一番腹立つ。<laughs> <laughs> また怒らせちゃった。いや、そんなことないですけどね。ありがとうございます。いろいろ、いろいろ来てますけどね。めっちゃタイム上がった今。そうですか。<laughs> 何そんなにビビってんですか。いやいや、そんなこと。あとはですね、ビアガールさんから頂い,いたのは。ありがとうございます。え鈴江さん、さとちゃんのおすすめの飯。ほう。略して、おすすめし。 おすすめし。<laughs> 一つしか縮まってないんだけど。<laughs> <laughs> <え>でもいいですよ。えー、おすすめし。このお店のご飯はぜひおすすめしたいみたいな。いいで,ね、で、これもまた二人だけなんか、リサーさんも、 近所のこのお店をちょっとご紹介するみたいな。ああ、なるほどですね。まあ、それは実際に役立ちますけどね。そうですね。うーん。た、うん、だ、どこまでいけるかっていうのは、これもね。また、ラジオだ<ー>これ伝えにくい言葉だけっしょ <laughs> まあ、そうですね。テレビはまだビジュアルがあるからね。うんうん、ら最終的にテレビやラジオでも伝わらないのよ。はい、味は。まあまあ、言ってしまえばそうかもしれないけど。それは難しいかもしれませんけどね。うん 続いて、こう、アマチュアボーラーさんからいただきました。はい、ありがとうございますえ。新しい企画とのことですが、ラジオの時間という番組は、そもそも北海道から発信している番組。はい、今やラジコやパソコンで全国各地で放送が聞ける画期的な時代です。そ,うですね、そこで北海道179市町村あるえ、一つ一つの街のいいところや自慢できるもの、グルメなどをリスナーさんから募集して紹介するという企画はどうですかねと、うん、もちろん、 原田さんや鈴井さんもその街がどんな街なのかたまに取材してこの街でこんな体験をしたなど全国のリスナーさんに知ってもらうというコーナーも北海道のイメージアップとしてはありだと思いますこの企画が成立すれば179回企画ができますがどうですかおお保証されますよ、えー、179回これでもねちょっといいです私赤びらのこともっと知りたいですいや赤びらのこと名前はマジでいいです名前俺があんまり言うわけにもはいかないじゃない まあ、前よそもんなんだから、あんまり、あかそって、ヤクアビラ、カメラとか言ったら、またその、地元の人にもいろいろ、気使ってんだから、俺だって。<laughs> あうん、そう。<laughs> でもね、これいいよ。うん、だから、逆に今やらラジオってね、本当に、ローカルだったものが全国で。そうですね。こうやって聞けるっていうことで、でね、だからこそ、ローカルなことをやった方がいいんじゃないかっていう。ああ、逆にですかで 聞いてくれるから、ね、じゃあ北海道行った時はその街も、そんな街正直言って、その観光ガイドには載ってないけども、通りすがり、レンタカーで行くとき、あ、そういえば、ラジオの時間で聞いた街がこの街だ、ちょっと寄ってみようかな、みたいな。うん、うん、うん。こういうのはいいです。なるほど。これかなり可能性が。わあ、ありがとうございます。あるかなというふうには思いますけども、まだまだ本当にたくさんいただいてますけども、そうですね。まだまだあのね、企画を募集している。 と思いますね。おお、まだまだアイディアを募りたいと、はい、もしかしたらこのコーナーはですね。 企画を募集する企画っていう、この何になるかもしれません。<laughs> そういうコーナー、はい、企画募集コーナー。なら、これはもしかしたら業界の人たちがみんな聞き始めるかもしれませんね。ああ、こっから、あ、これ、ピックアップしよう,かうだからこのね、番組で紹介したやつが他の番組で使われたらちょっと物いいですよね。<laughs> <laughs> あ、ラジオの時間ね、やつってなんかちょっと、ああ、企画に煮なってんだ。そうだ、ラジオの時間って企画の人にいっぱい言ってるから、<laughs> そこ聞いてみよう、みたいなね。あ、ラッキーっていう。えー そんなコーナーになりつつありますんで、<laughs> ぜひとも皆さん参加してください。<laughs> はい、い待ってます。待ってます。